教えて、ハクタク先生。ということで、皆さん、こんにちは。スレース。お久しぶりでございまーす。今回も暖かい目で見守ってください。さ、ということで、早速なんですけれども、今回、ドンキーコングくんが選んだ車体について説明したいと思います。皆さん、ご覧ください。テントウムシちゃんですわ。羽のついた。それも極小の。極小バネ付きちいちゃテントウムシちゃんに乗ってます。さらにね、あーバナナ。さらにこちら、空を飛ぶとね、開くパラグライダーがですね、なんと、モモンガちゃんの形になってます。ちいちゃバネ、ちいちゃテントウムシちゃんに、モモンガちゃんですよ。ちょっと、ドンキーコングくんや、どこまで可愛いを追求するんだ君は、めちゃくちゃ赤コーラに接近していくスタイル。ちょっとね、可愛いからかけ離れたドンキーコングくんが、キューティーに特化しすぎちゃったかなっていう反省点はありつつ、今回はこのカートでね、頑張って走っていきたいと思います。はい、まあそんなことはどうでもよくて、おーい、どこ行く、どこ行く、私最近感動したことがあって、食べっ子動物が好きなんですけど、今販売されてるかわかんないんですけど、バナナミルク味食べっ子動物がね、つい最近発売されてたんですよ。もうそれが美味しくて美味しくて、バナナの話してたから7位なのかな、なんちって適当すぎたかな。この前、寝起きの髪の毛ボッサボサのままお姉と対面したら、老舗のせんべい屋やってそうって言われました。老舗のせんべい屋やってそう？どういう例えだよっていうね。もうその一言で一瞬で目覚めまして。老舗のせんべい屋？おはようってね。ただ眠くて髪の毛ボサボサだっただけなのに、勝手に老舗のせんべい屋のオーナーにさせられるっていう。あと、その後、老舗のせんべい屋だけじゃなくて、笑い虫にいそうって言われました。笑い虫にいそうってなんだよ。笑い虫二人しかいないんだよな。まあ、多分ですけど、まあ、ちょっと失礼かもしれないけど、きっと西田さんのイメージで喋ってるんだろうなっていう。西田さんを連想して適当に喋ってるんだろうなっていうことだけは分かりましたよね。この前も私が風邪気味でちょっと喉がガラガラだった時があったんです。でも声カスカスで出ないってお姉に言ったら、アリエルブルナよって言われて、アリエルブルナよってなんだよ。別にアリエルぶってるつもりはないし、みんなただの病人なのに辛辣な言い方しないでもらって、そんなんですから。それで言うと、トゥーティーもこの前ね、尻尾にタオルが引っかかってそのままテクテク歩いてたんですよ。洋服着てるみたいになってて、それを見たお姉がトゥーティーに向かってジャスミンブルナよって言ってました。トゥーティーに犬に向かってどんなツッコミしてんだよって。彼もジャスミンぶってるつもりはさらさらないだろうっていう。はい、彼女のワードセンス見習いたいですね。10位よしお。ねじれマンションエキサイトバイク、ねじれマンションエキサイトバイク、ねじれマンションエキサイトバイク、カラカラサブ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 クに行きな。
タヌキを、なんでこんなタヌタヌしてんの？あ？タヌキに気を取られてたらスタートダッシュミスったよ。はい。ということで、最近驚いたこと、だらった。私、ワンデーのコンタクトを使ってるんですけど、とある日に、まあお出かけの用事があって朝から準備するじゃないですか。で、両目コンタクトつけました。左目はなんともないんですけど、右目だけなぜかゴロゴロするんです。ゴロゴロというか、ぼやぼやしてコンタクトつけたはずなのに視界がぼやけるんですよ。あ、なんかおかしいなぁ。ゴミでも入ったのかなと思って一旦そのコンタクトを外して、鏡で右目を確認するじゃないですか。なんとびっくり。外したはずのコンタクトが右目についてたんです。え、マジック？知らないうちに自分自身にマジックかけてたと思った。でもその瞬間に今まで自分がしてきたことをキルキルキルってフル回転して頭、脳内再生、逆再生してみたんです。そしたら私はただ単にコンタクトのパックを開けてつけただけだと。つまりですよ、もともとパックの中にコンタクトが二重に入ってたということになるじゃないですか。そんなことあるんですか？世の中のコンタクトを使ってる方々、コンタクティーの方々さ、パックの中に二重にコンタクトが入ってたことありますか？10年どうなんだみたいなね、ちょっとびっくりハプニングな出来事もありましたよ、最近ね。バーン！あ、当たっちゃダメなんだな。12位はやばいて。カッコつけてる場合じゃないて。ジャンプの時にシャキーンじゃないのよ。さあ、ということで皆さん、夏アニメ、楽しんでますかー？わーい。威勢のいい歓声が聞こえてきました。ありがとうございます。私も夏アニメ、いろいろとチェックして見ているんですけど、やっぱり呪術廻戦、新しいシーズン始まりまして、五条先生の学生時代のお話と、パパグロさんの登場でね、もう目が離せない展開盛りだくさんですね。あとは、流浪に剣心を私、実写版を見たことがなくて、アニメから初めて今回入ったんですけど、いい！すごくいいですね。ピンチの時に剣心が入ってきた時ほどスカッとジャパンな瞬間ってないですよね。あと、オープニング曲が、R指定さんのラップかと思いきやサビ綾瀬さん来んのっていう。初めて聞いたとき私、あやー、言葉が出なくなるどころか呼吸できなくなりました。まあオープニング曲で言うと、フェーレンザイの私好きで、すっごい可愛いですよね。曲だけじゃなくて内容もね、その絵柄とかも緩くて可愛くて。神様たちの話だけど、おーいどこどこ、羽パタ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 。神様たちの話だけど、その内容が頭に入ってきやすい。あと声優さんも豪華でね、見応えがすごくありますね。教えて！あーたー先生！って言うてますけども。早すぎる！羽パタ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 ！羽パタパタすればいいと思ってる。あとは私の幸せな結婚も、その、るろうに剣心と同じで私、実写版映画か。見てなかったんですけど、今回アニメから初めて入って、見てます。まあ、キュンキュン、ジャンルで言うと、ポリニアも、ね、新しいエピソードが始まって、チェックしてまーす。よし！
7位だよドンキーは悔しがってるけど7位だよということで以上になりまーす。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ワクワクレイディをね、聞いてくださった方はご存知かと思うんですけど、東映アニメーションさんからの声掛けで、スマホゲーム制作のお手伝いをさせていただくことになりまして、新しく立ち上がったスーチャンネルというチャンネルでね、ゲーム制作の様子とか、まあ、ゆるい動画などが今後上がっていくと思うので、よかったらチェックしてみてくださーい。それでは、さよならー。